いやー楽しみですね。アウトサイダーを一番盛り上げた2人なんでね、この2人が激突するのはすげー楽しいです。対戦相手のマクとはアウトサイダーの頃から同じチャンピオンで、ただの友達じゃなく戦友としてアウトサイダーを盛り上げてきたつもりです。いやでももうちょっと見たかったっすね。健之介さんの得意なとこが全部出たっす。マクさんも強いんですけどね、本当に。あ、マクさん、申し訳ないです。いや悔しいっすね。じゃあ健之介さんの得意な部分がハマっちゃったっていう感じ。まあでも本当にブレーキングダウンだったから、相手が健之介君だったからってことやね。あと試合決まってから、本気でマジで頑張ってきたんで後悔です。ありがとうございます。本当に盛り上げるために生きてくれて、まあ、先ほどです。いやいやいや、アウトサイダーの頃からずっと見てる僕からすると、この2人の試合が見れただけでも嬉しかったです。本当にありがとうございます。本当に本気でやってきて、ありがとうございました。ありがとうございます。また気が向いたら来てください。ありがとうございます。さすがです。めっちゃ強いですね。やりづらいですね。やりづらいですね、確かに。いやさすがですよ。あれ本物？どっち？いやいや本物です。あ、本物ね。バシャバシャじゃないですか。なんかこういうなんか大勝負に強いですよ、健之介さん。さすがだな。兄ちゃんに大勝負負けますか？いや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 、素晴らしいです。ちょっとまだまだ盛り上げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サドル君が強くなってますね、かなり。すごいですね、なんか回を重ねるごとにどんどん強くなってる感じがしますね。何か覚えてますか？あ、会長、お帰りなさい。ありがとうございます。すごいですね、さすが。なんか回を重ねるごとにどんどん強くなってるような感じがします。はい、やっぱサップさんもそうだし、テル君も勝っちゃってるんで、そのやっぱ、そういう思いみたいなのが拳に乗ってきますね。負けれないっていうのは、勝ってきた人の分までもっていう、ね。はい、そうですね。いやでもマイクでも言ってましたけど、飯田さん、はい、見たいっすね。はい、ちょっともっとぜひ言ってください。呼び戻してください。飯田、もう焼き肉屋で満足かよ。もっと夢見ろよ、男だったら。待ってるぞ。